さあ、オリックスですけれども、今回の内容はですね、舞島の最新状況ということで、まあ、ついにですね、舞島の状況を見ていくと、横山選手ですね、2023年ドラフト1位の、もう一番の今最新の金の卵ではないでしょうか。彼がデビューしたということで、まあ、華々しいデビューですね。ほんと持っとるなというか、スターの素質ありと、言わんばかりのですね、活躍をしております。もちろんね、一軍、ね、これから、ソフトバンク、猛追していくよと、ひっくり返していくよという中ですけども、引き続き、舞島の方でもですね、金の卵たちが、非常に楽しみな、ロマンある活躍をしてくれております。来年再来年、それ以降と、非常にこうね、どんな、選手になっていくのか、今からもう楽しみなわけですけれども、2023年組がですね、もうすでに早くも舞島の主人公になっているということで、改めてですね、最新状況、舞島の部分ですね、お話をしていこうかなというふうに思うのと、ちょっとね、ここの動画の内容と派生してしまうかもしれませんが、今月もですね、ドラフトの予想をですね、やっていきます。今年のドラフト1位ということで、4月編やっていきますが、ちょっとね、やっぱプロスペクトの、なんて言うんでしょう、賞味期限みたいなものですか、これがかなり短くなってきとるな、ということで、若手うほうほの、オリックスなんですが、ちょっとね、最新のプロスペクト状況を見ていくと、ちょっととですね、今年も引き続きどん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 取っていかないと、難しくなってきているのかなというふうに思いますので、改めてですね、そんな視点も交えながら、お話をしていこうかなというふうに思うんですが、まずね、プロスペクトの賞味期限ということでちょっとね書かせていただきました。これね、黒く太字にしているのが、これも元プロスペクトと言ってもいいんではないでしょうかということですね。ちょっと前までプロスペクトだったんですが、もう今シーズンからですね、もう有望株というか、プロスペクトという立ち位置ではなくなってしまってるんじゃないかということなんですね。で、赤く太字にしているのが今のプロスペクトたちということで、それで言うと、まあ、厳選に厳選を重ねると、オリックスね、若手年齢層非常に若いチームですけれども、はっきりとしたプロスペクトと言えるのは、今年のルーキー含めて、まあ、6人ぐらいなのかな、というふうに思います。まあ、人によってね、いや、高島投手とかですね、権田小田島、TKG、これプロスペクトだろうと。いう人もいるかもしれませんが、僕はね、プロスペクトというよりかはやっぱ即戦力というようなこう期待も込められているというところでね、大卒社会人ですから年齢的にもちょっとプロスペクトでは違うんじゃないかなというところで、一番古くても2022年指名された内藤選手ですね、彼であるということで、曽谷投手ももうちょっとプロスペクトではないんじゃないかということですね。一軍でも投げているから、もうこれはね、違うんじゃないかと、いうところで、内藤選手以外はですね、あと斉藤京ちゃんか、以外は、もう残りの4人は、プロスペクト、ルーキーになると、いうところでございます。まあ、改めてですね、そんな中で、舞島の最新状況ということで、ゆくゆくは、こう、一軍に、行ってほしい育成の選手とかもちょっと交えながら、お話をですね、していけたらな、というふうに思うんですけども。まあ、去年ですね、佐藤和真投手は2軍でタイトルも取ったと、いうことで、改めてですね、2軍ではもう、なんて言うんでしょう、もう、成績を収めてるのは、去年と変わらないので、あえて、ちょっと今回は追いませんでした。で、佐藤和真投手はね、結構やっぱ時間にかかるのかなというふうに思うので、もう本当わかんないですけどもね、東投手のように長期保有していって、それこそね、東投手の、まあ、2世ではないですけど、そういう感じで期待をするのか、スパンと首を切るのか、本当にわからないです。ここに関しては。時間をずっとずっとかけりゃ、まあ、いつかは戦力になりそうな感じなんですけどね。そう、他の選手もそれを言えることなので、まあ、果たしてそこまで我慢ができるのかどうかっていうところが、非常にクエスチョンだったので、まあ、改めて今回は言及しませんということですね。で、今回お話しするのはこの7名でございます。やっぱ23年組を中心にお話をしてですね、プロスペクトの斉藤京ちゃん、そして、川瀬投手、中田投手、彼らはプロスペクトと言えるかわかりませんが、キャンプの時にはですね、支配下昇格ということで、かなりやっぱ期待もしたということで、タイトルホルダーも2軍では取っていないということなんでね、まあ彼らについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思うんですけども、まあ一番右にね、順調度っていうふうに書かせていただきました。選手名と最近の成績というところで言うと、まあ舞島で今最も順調なプロスペクトといえば誰と聞かれたら、やっぱ堀柊那と全員が答えるんじゃないでしょうか。それぐらいですね。今、むちゃくちゃ順調でございまして、どう順調なのかということなんですけど、去年はですね、2軍で最もマスクをかぶったのは福永選手でした。
ほとんどの試合マスクかぶったのが福永選手だったんですけど、なんと今年に関してはまだね、4月の15日、半日しか過ぎていないですけども、それでもですね、堀選手であるというところでございます。まあね、福永選手一軍に行って、こう、第三捕手みたいな立ち位置になったっていうのももちろんあるんですが、間違いなくですね、二軍でもちょっと福永選手の席が、ちょっとなくなりつつあるのかなというところで、かなりやっぱプロ野球の世界厳しいなという感じですね。福永選手のような立場って一番やっぱ難しいと思うんですね。球団としても絶対手放さない。でもレギュラーではないっていう、本当に難しい、のかなと。広島の磯村選手みたいな感じなんでしょうか。果たしてどういう風になっていくのかわかりませんが、今シーズンですね、2軍の、まあ、打席数ですね、ちょっとオリックスの公式サイトに載っていたので、改めて、引っ張ってきましたけれども、ご覧の通りということで、下からですね、2つ目見てください。25打席ということで、キャッチャーで最も打席立っているのは堀選手でございます。はい。なんで、一軍の主力級、比嘉さん、阿部投手、宇田川投手、総一郎。今シーズンね、リリーバーたちがですね、3連覇を支えた。彼らがやっぱりこう、コンディション不良だったりとか、不調ということもあって、ここまで二軍で調整をしてきた中で、ガンガンに堀さんがマスク被ってんだよね。もう堀さんって言っちゃったよね。で、若手のね、プロスペクト、斉藤京ちゃんだったりとか、支配下に上がりました、富山投手、ムクノキ投手らのボールも受けてるということで、首脳陣からの評価が非常に高いということでございます。で、てっきりですね、キャッチャーは1年間なんか体を作らせんのかなっていうふうに思ってたんですよ。中川拓磨しかり、釣り獣医選手しかり、鶴見選手、福永選手とかも見ててそうだったんですけど、まあなんか本当に単純に評価が低かったのかな、彼らに対してはっていうところで、堀選手はですね、本当に、そこのところはですね、もう全然1、2年目からガンガンにマスク被ってるんで、そこがなんか本当に他のキャッチャーとはちょっと違うんだろうなというふうには、改めて、感じた次第でございます。まあこれぐらい一軍の面々からねボール受けてるっていう風になると、それはねもう評価はズバ抜けて高いんだろうなという風には思うんですけど、まあ福永選手は大学生だったんでね、1年目から80試合以上まあマスクをかぶったんですけど、高校生ですかね、これはちょっとすごいなという風に思っております。そしてやっぱ今日一番ねもう熱が高くなるのが横山誠也なんですよね。まあ、ドラフト1位ということはあって、どうしても無視できないんですけども、見てくれよこれ、4月の12日中日署のウエスタンリーグスタメン見てください。3番ショート背番号34横山誠也、たまらんね。何も3番ショートは栗林だけじゃないよというところでですね、もうノージルビュー出たよね。でこの試合はまあまあまあという感じなんですが、次の日ですね、中日の高橋宏斗から、こう満塁でですね、センターオーバーツーベース。走者一掃でございます。はい。これ映像も僕見ました。めっちゃかっこええよ。あのね、打ってですね、なんかこうバット、なんかほんとゴッツみたいな感じですよ。サヨナラホームラン、昨日ね、ショート動画上げました。オリックスの歴代、サヨナラ勝利集みたいなの集めたんですけど、その時にゴッツがですね、バット右手に持ってベンチでこうドヤ顔するんですね。まあ、そこまでじゃないですけど、打って振り切ってからちょっとバットなんかそんな感じでこうですね、ほんと剣みたいな。もうなんかゼルダみたいです。なんかもう横山ゼルダ聖夜って言ってもいいぐらいの、ほんとなんかゼルダみたいな感じでこうやるんですね。めっちゃかっこよかったです。しかも背番号34、左打ち、ルーキー、3番ショート。たまらんね。これはえぐい。年々もう、毎年そのプロスペクトが更新されるのが、オリックスのすごいところかなというふうに思うんですけど、さっきも言った通り、別にオリックスだけじゃないんですよ。他球団、阪神しかり、中日しかり、ね、やっぱプロスペクトの宝庫、まあソフトバンクもそうですね、ロッテとかもそうでしょうか、西武もそうか。まあいろんな球団がですね、いろんなプロスペクトを確保しつつある中で、やっぱその賞味期限っていうのはそんなに長くないんですよね。高校生でも、大学生でもということですね。で、もちろん活躍してしまえば、プロスペクトにはならないということで、有望株にはなりません。もう完全に戦力ということになると、どん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 毎年ですね、やっぱりこう、供給していかないと、いつの間にかですね、あれと。なんかもう 1.5 軍の選手ばっかりやなと。もっとプロスペクトばっかりやなっていうふうになりかねないんでね。そんな中でオリックスの一番の今の金の卵は、聖夜横山であるということで、失礼しました。横山ゼルダ聖夜ですね。素晴らしいですよ。本当に、もう外一辺倒の、こう、攻めをされるんですけどね。カットボール、ちょっとボール球でした。アウトハイでしたけど、素晴らしかったですよ。これはね、本当に高橋宏斗から打ったっていうのはもうよだれがもう吹き切れない。
素晴らしい活躍で、まあこれまでね、怪我だったりとか、まあキャンプ中にこう疲労功労っていうのもありましたけども、素晴らしい、ほぼ二重丸にしてもいいんじゃないかっていうぐらい、順調なんで、本当にもう怪我だけ抜いてくれ。スペはね、本当に内藤選手もそうですけども、一気にプロスペクトの価値を下げてしまうと。いうところでね、ぜひそれだけは、やめていただきたい、気をつけていただきたいなというふうにはちょっと思いますよね。そしてドラフト2位ですよ、今、金の卵ナンバー2といえば誰かということで、まあ、河内投手になるのかなというふうに思うんですけども、4月の14日ですかね、中日のウエスタンリーグ戦で、花々デビューということで1回無失点だったんですけど、まあ、石川昂弥とかですね、ビシエドと普通に対戦するということで、しっかりビシエドも、押されてですね、ボールも風の影響もあって、しっかりこうガンガンに押していくということで素晴らしい。ねえ、ちょっとスピードは140前半とかね、マックスが147のまっすぐだったかなとは思うんですけど、まあカーブも100キロ台ということで、もうこれからよ。こんなもう楽しみでしゃあないですから、ぜひですね、ここは本当にゆっくりゆっくりやってほしいなというふうに思いますし、なんか路線で言うと本当、細身なんでね、斉藤京ちゃんのような、感じで、どん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 こう、一歩二歩、後ろ行きながら、同じ道を歩んでいくのかな、なんていうふうに思ってますけどね、未来のエースとして期待をされてると思うんで、まあ順調なのかな、というふうに思ってます。そして、23年組何もドラフト上位だけではないよ、というところで言うと、TKG の G ですね、権田投手ということで、今ね、高島投手、小田島投手、それぞれ一軍を経験したというところなんですが、ドラフト7位の選手ですね、これ一番、23年組で言うと最後になります。権田投手、なんと、ウエスターン、オリックスで言うと、2番目に登板数多いんですね。前投手と、1登板差ということで、防御率も 2.70 ということで、非常にいいんじゃないでしょうか。まあ、いつ呼ばれるのかというところなんですが、直近に行くとですね、危険球退場になりまして、まあ、防御率自体は2点台なんでね、そんなに悪くないというところなんで、まあ、呼ばれるのか、呼ばれないのかというところですけど、意外とリリーバーもですね、離脱者っていうのがいますが、層が厚い分ですね、しっかり賄えられているというところで、もうちょっと呼ばれるには、時間がかかるのかなっていうふうには思ったりはしてます。そして、プロスペクトの斉藤京ちゃんですね。防御率がなんと、2軍でも5点台ということで、松坂さん、中島聡、非常にお墨付きだったんですけども、なかなかに厳しいということで、直近のね、先発登板でも、初回に3失点、合計で5回5失点だったかな、ソフトバンク相手にね。なかなかに苦しい登板が続いているということで、高卒2年目やからね、まだですけど、ちょっとやっぱ期待が高すぎたっていうのもあったんでしょうね。そもそも20歳だよというふうに言いたいので、まあまあまあ、ここは大丈夫ですよ、ということですよね。はい。そして、最後ですね。最後じゃないか。中田唯翔投手ですね。中田投手、川瀬投手ということで、フル株になるかなとは、思うんですが、中田投手がですね、まあ、ちょっとこう苦しいということで、中日とソフトバンク、それぞれで3失点ということで、結構厳しくなってるんですよね。で、川瀬投手もですね、防御率7点台ということで、東晃平2世なんていうふうに言われてましたけれども、ここもちょっと厳しくなってるというところでね、育成選手をどこまでホールドするのかっていうのは非常に難しいラインだとは思うんですけど、まあ、佐藤和馬投手同様に、川瀬中田もですね、長時間保有していれば、いつかものになるんじゃないかっていうところで、ずっとずっと持ち続ける、可能性もあるんですが、スパッと切る可能性もあるんでね。この辺はもう19年、20年組はほとんど育成選手いないですからね。どうなっていくのか、まあ、非常に注目なんですが、とにかく23年組が非常に順調であるというところですね。横山誠也、河内、あとはもうトーマツだけですよ。トーマツがどういう感じで、もうバンバン投げてると思ってたんですけどね。ここが、まあ、非常に、注目のポイントかなというふうに思いますが、改めて前島君いかがでしたでしょうか。今年もですね、ドラフトで金の卵たちをどん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 確保していきたいというところで、ちょっとね、補給が、間に合っていないかもしれないですね。ぜひぜひ、前島の最新状況をお話ししましたが、花々デビュー23年組ですか。ぜひコメント欄でお越しください。ということで、今回のお話は以上でございます。改めていかがでしたでしょうか。最後までですね、聞いてくれまして本当にありがとうございます。次回もね、オリックスについてお話をしてまいります。チャンネル登録、そしてこの動画のグッドボタン、X のフォロー、ぜひぜひ、よろしくお願いします。それでは、今日もありがとうございました。